おはようございます。 Love with Passion 川本孝之です。いつもねこのチャンネルを見てくださってどうもありがとうございます。本当にね今日も気分がいいな。いつものように朝のウォーキングでこの場所に来てますね。もっと素晴らしいでしょうここね。ということでね今日はねノルウェーの森、ここにね人生哲学が隠されてるんでぜひねあなたの人生が最高傑作になるためのちょっとね講義をしてみたいと思います。ノルウェーの森、ビートルズの名曲ですけど私ね多分トップ3に入るかな。このビートルズのノルウェーの森という曲は大好きなんですけどね、非常これねあのクレジットはレノン・マッカートニーで、まあね、ビートルズの曲はほとんどねこのジョン・レノンとポール・マッカートニーの合同の作詞作曲ってことをクレジットでなってますけど、実はねジョンとポールは別々で曲を作っていたりして、で大体ね分かるんですよ。あこれはジョン・レノンの曲、これはポール・マッカートニーの曲ということでね。でねこれ代表的なノルウェーの森っていうのは代表的なジョン・レノンの曲なんですよ。でねビートルズが大好きなあなたはねこれはね私以上にね私の100倍ぐらい詳しいとは思うんですが、もう詩を読んだだけではすぐ分かっちゃう。もうジョンの詩というのはもうすごくシニカルでこうウィットに聞いててトンチですよね。こうすごくねもうジョン・レノンじゃないと書けないみたいな、もうジョン・レノンワールドなんですよ。でその中のね典型的な詩がこのノルウェーの森という曲なんですね。でねまだね聞いたことがない方はねぜひ聞いてみてください。有名なねチャンチャチャチャン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 っていう曲ですよ。 I once had a girl or should I say she once had me、 こんな感じの曲なんですけどね。でね最初のねフレーズで何を言ってるかというと、I once had a girl、 ね、かつて私は一人の恋人女性ですよね。 I once had a girl、 英語的なフレーズなんですけど持ってる、かつて私は一人の、まあ、ガールですけどね、女性を持っていた、つまり所有していた、つまりかつて私には恋人がいたんだと。でね次がまた死には Or should I say、 こう言うべきかな、彼女がかつて私を所有してたと言うべきかなって言ってるんです。 Why once had a girl or should I say she once had me、 ね、かつて私を、自分はかつて彼女を持ってたんだけど、いや彼女が私を持ってたって言うべきかなみたいな、これ、ね、もうジョン・レノン節なんですよ。でね次ね、She show me how isn't it good no ways in wood、 これね彼女が部屋に入れてくれたんです。彼女がまあ多分ナンパしたかどっかでクラブで会ったかどっかで会って、で彼女ね彼女いい感じになって彼女が彼女の部屋にジョンを招き入れたんですよ。で isn't it good、 よ最高じゃない、 isn't it good、 最高じゃない、 no ways in wood、これここがミソなんですが、ミソ昭和のね言葉遣いします。ここが肝心なんですけど、ねえちょっと良くない、ノルウェーの森よっていうね、これ訳なんですけど実はね語訳なんですよ。語訳間違いでもねこの有名な話ですけど、ビートルズファンなら有名な話ですけど、この語訳間違いであのね村上春樹さんの有名なノルウェーの森っていう小説がねこの世に誕生してますよ。まあそれはねそれで良かったのかななんて思いますけど、実はねこれね何て言ってるかというと、ノルウェーの森、ノーウィジン、ノルウェーのウッド、木ですよ、木、森じゃないんです。森はフォレスト、正しくノルウェーの森って言うんだったらノーウィジンフォレストって言わなきゃいけないですけど、ジョンはノウジンウッドって言ってるんです、木でね。これ何を言ってるかっていうと、彼女のお部屋の中、これ有名な話、ジョンがインタビューに答えてますけど、彼女のお部屋の中にあったタンスの木なんですタンスの木がノルウェー産で、そのタンスに向かって、ねえ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 
ね、あの彼女の部屋に入ってね、これからご機嫌、これからねいい感じになるよって、タンスのノルウェー産の木に向かって、ちょっと良くないって言ってるんですよね。だから正しくはノルウェーの木なんですよ、ノージーウッドなんて。だからそれはタンスに使われてる木で森じゃない。まあいいや、これはね別の機会にね、またセミナーとかいろんなところで話していきたいと思いますけど、でね、今日のこのビデオのテーマはこっからなんですけど、一番最、要するにノルウェーの森、この曲の一番は彼女と出会って、彼女と仲良くなって、これからウフフっていうね時間を過ごすのに、夜ね彼女の部屋に招き入れて、でご機嫌だぜって一番で歌ってるんです。つまり彼女と入れて、彼女と仲良くなれて、彼女と愛し合えて、彼女とベッドタイムでご機嫌だぜ、ノルウェーの森を、ノルウェーの木を、タンスに。ところが2番目になるとどうなるかというと、彼女は朝早く仕事があって、で、もう朝早く出てくからって言ってジョンに告げて出て行っちゃって、ジョンは一人残されて、でそこでタバコに火をつけるんですよ。まあね、あの時代ですから、1960年代のあの時代ですから、タバコ吸うのは当然で、でタバコに火をつけて、彼女がまあ鳥、この鳥はどっか行っちゃったって、イゼンテクノルウェーゼンウッドって言ってるんですよわかりますか、このシニカルな、このつまり2番目は彼女が消えちまったよ、せいせいした、ご機嫌だぜノルウェーの森よって言ってるんですよ。わかります、これね、人生の達人のマインドセット、考え方、何を言ってるかというと、ノルウェーの森は1曲目は彼女と入れてご機嫌、2番目は彼女が去ってくれてご機嫌、どっちにしろご機嫌って歌ってるんですよこれね、人生の達人がやってることですよ。つまり何かっていうと、ほとんどね、人生をうまく生きれてない、幸せに生きれてない人は心そこにあらずで、仕事をしてて不幸せで、仕事をしてなくて不幸せ、家族といて不幸せ、家族と入れなくて不幸せ、恋人といて喧嘩ばかり不幸せで、恋人といなくて寂しい寂しい不幸せ、つまりね、逆をやってる、逆をやってるんですよ。つまりノルウェーの森で言えば、彼女の部屋に行って彼女と一緒にいるんだけど不機嫌不幸せで、2番目になって彼女がいなくなって、彼女がいなくなっちゃった、うわ心配心配不幸せつまらない不幸せってやってるんです、ほとんどの人が、幸せな人たちが。ところがこのノルウェーの森、ジョン・レノンのこのマインドセットが教えてくれるときは、彼女がいても幸せ、彼女がいなくても幸せ、ご機嫌だろって、どっちだってご機嫌だぜって。わかりますかこれ、今都市に入れて幸せで、今ね自然が豊かなバケーションのとこにいて幸せ、どっちでも幸せ。つまり今ゴミゴミした都市に入れて不幸せで、なんかこうバケーションに行ってもなんか楽しくない不幸せじゃないって話です。つまりね、どこにいようが、誰といようが、何をしてようが、幸せを作り出すものはあなたの心なんですよ。あなたの心は宇宙だから、宇宙だから、あなたがね、作り出さない限り幸せはやってこないし、よく言われているように、幸せはなるものじゃなくて、よく私幸せになります、あなたと結婚してこの仕事をして幸せになります、なれるわけがない、なれるわけがない。なぜならば幸せはなるもんじゃなくて感じるものだから、感じるものだから。だから今のこのジョン・レノンのノルウェーの森の中に全て答えが隠されてる。彼女がいてもご機嫌、彼女がいなくてもご機嫌、俺はご機嫌、どうなったってご機嫌だぜベイビーっていう、今生きてても幸せ、死んでも幸せ、この世が破滅しても幸せ、この世がパラダイスでも幸せ、どうなったって幸せだぜベイビーっていうのが正解なんです。わかりますか、どう転んだって私は幸せよ、俺はご機嫌だぜって。福岡にいようが、東京にいようが、パリにいようが、ロサンゼルスにいようが、ね、フィジーにいようが、タヒチにいようが、俺はご機嫌、君といようが、
誰と言おうが、 A 子さんと言おうが、 B 子さんと言おうが、 C 子さんと言おうが、俺はご機嫌。この人じゃないと幸せになれない、あなたとじゃないと幸せになれない、ここで住んでないと幸せになれない、絶対無理です、絶対ならないから。条件付き、これね他のビデオでも話してますけど、条件付きで幸せになる人、幸せを感じる人は見たことがない、見たことがない。ですからね、このビートルズのノルウェーの森、ぜひね聞いてみて。今日ねこの散歩道の帰り、ノルウェーの森を聞きながらね、しみじめね天国にいるジョンの魂とね会話をしながら、ありがとうってね、こんなね名曲を残してくれてありがとうって、でね俺ご機嫌だよ、ありがとうジョンみたいな、そんな感じでね今日も人生を最高傑作に、ご機嫌にね、大事に、残りねわずかな時間、わずかな時間ですよ、地球時間から比べたらね、あと50年生きたとしてももうね鼻くそみたいな時間です、地球時間から比べたらね、たかだかねわずかなね人生100年ね、どう生きるか、ここが肝心です、一瞬ですよ。ですからね今日もご機嫌で、全開でもうね爆発してエクスプローシブにいきましょう。それではご機嫌よう、人生を最高傑作に、 Love with passion、 ごきげんよう、さよなら。